あとお母さんにちょっとお話ししたんだけど、まあ、ここでまでで分かったところ、まあ、あれとにかく体温が低いと来た時、鳥って体温が高いから手に乗せるとあったかいですよね。足が冷たかったんで体温が下がってました。でこれによって体温が下がると全身への血液循環が悪くなるから、多臓器が、体のいろんな臓器が機能低下を起こしちゃうんですね。ということは分かってて、だから積極的に保温と保湿と酸素をやって、それだけでも食べ出す子もいるんですよ。だから食べ出さないんで、まあ、治療としてはその温めるだけじゃなくて栄養補助で、栄養補助して吐かなかったからお薬をレントゲン取る前からちょっと予想はしたんです。心臓とか肝臓とか大きいだろうなって、お腹の腫瘍っていうのはちょっと分かんなかったですけども、骨が入ったんでね。だからこの子の薬出してくれる？今ね、薬を2種類作って、 A の薬、心臓ピムベンタ、まあ、心臓のその収縮する力、まあ、こう収縮してるんですけど、ちょっとだけ 10% ぐらい強くする薬、そうして全身の血管をちょっと広げると、血管拡張、そうすると何が起きるかというと、心臓が大きいということで心の中の血圧が高いんですよね。でギュッと収縮して全身の血管をちょっと広げると血の巡りが良くなりますんで、心臓とか腎臓の機能が、負担が和らぐというか。それからエナラプリル、これは血管拡張作用がある薬なんですけど、これが2つ矢印がつくとそこでは弱いんですけど、やっぱ心臓腎臓の機能が高い。それから肝臓がだいぶ大きくて肝機能を高めたいんで、ウルソデオキシコール酸、ウルソデオキシコール酸って肝細胞を元気にすると、肝細胞を元気にする。それからあと肝臓の中に胆のうってあるんですけどね、で胆のうから胆汁が作られてて、それが十二指腸に出てて脂肪の消化を助けます。その胆汁の流れが悪くなってくるんです、肝臓の悪い子は。で流れを良くすると、そういう働きがある薬です。それからあとはジルケン、これはねリラックスさせる薬です。カメインコはね、とにかく場所が変わるとさ、それだけでもストレスになっちゃうんですよ。オカメパニックとかっていう言葉もあるぐらいで、まあ、リラックスさせるお薬をちょっと入れてます。であとはですね、まだこの薬に、これにこれが入ってるんですけどね、エンロフロキサシン、これはかなり広域の抗生剤、抗生物質です。それから総合ビタミン、タウリン、タウリンはサプリメントですけど、やっぱ肝臓をちょっと元気にする。それからブドウ糖と、それからと総合ビタミン、あともう2つです、プロバイオティクス。プロバイオティクスって聞いたことありますかね。ヨーグルトに入る腸の善玉菌です。で腸の善玉、便の状態も良くないから腸の善玉菌になったりで腸の環境を良くすると、腸の環境が良くなってくると自分で治す力、免疫力が上がってくると言われてますね。あともう一個はアガリクス。アガリクスはキノコの一種なんですけど、私たちが食べるキノコもベータグルカンという成分が入ってるんですね、キノコ類には。アガリクスはたくさん入ってまして、このベータグルカンがやっぱり自分で治す力を高める、使用とか高めてもらう、そういったのがこれに入ってます。でもう一種類 B の薬、B の薬はプレドニゾロ、これ消炎鎮痛剤です。痛い苦しいを取る薬です。で消炎鎮痛剤ってですね、大きく言うと2種類あるんですよ。ステロイドと、ステロイドじゃないよと、でこれはステロイドホルモンの方です。で一番よく使われる副腎質ホルモン、副腎質ホルモン、ステロイドホルモンの中で一番よく使うのはこの副腎ホルモンで、その中で一番よく使うのはこのプレドニゾロで、これが一番消炎鎮痛作用が強い、要は痛い苦しいを取る。それからあとは抗がん剤、トリニワール抗がん剤は使えませんけど、抗がん剤使うときに一緒にこれはよく使います。でこれがいい作用ね。であとはいい作用は先にご飯を食べるようになってくる、
お水たくさん飲むようになって、まあ、今のところご飯食べませんけどね、これ与えて多食多飲、それでまあたくさん飲めばおしっこもたくさん出るようになるんですけどね、こういった作用が出てほしい作用です。だけどやっぱステロイドだからダメな作用もあります。ダメな作用は感染に弱い、ステロイドを使うと感染に弱いです。風邪ひきやすいとか気がしたら治りにくいとか、だからどこだっけ、ここで抗生剤がこれを予防するために入ってます。だからあとは長期投与、毎日ね2週間以上飲んじゃうといろんな副作用出ます。例えば皮膚が薄っぺらくなるとかね、ステロイド性の過呼吸になるとかですね、あと神経症状、転換が起きるとかですね、その他いろいろあります。でなるべくまあ2週間以内、今1日1回でやってるんですけど、これをなんとか状態が良くなってくれたら2日に1回にすると、2日に1回か、汚いですいません、この長期の副作用は出ないと言われてますので、まあ、とりあえずこれぐらいのを使わないとね、体温を上げたりもなかなか難しいんで使わさせてもらって、それで自力で食べるまではちょっと栄養補助、栄養補助ってやっぱリスクがあるんですよね。あの動画でもちょっと映したと思うけど、抑えて管をここまで入れて、いや1番目の胃袋に餌を流し込むってことなんですけど、そういったのをやって、ごめんなさい、まだ A にもっと入ってるね、もう2つごめんなさい入ってます、メトクロプラミド、これは、整腸作用、吐き気を抑える働きがあって胃腸機能を高めると、がもう1個もサプリド、これも胃腸機能を高めると。ちょっと汚いですか、こんなのが入ってます。だからこちらがこの A の薬で、こちらがステロイドが入ってる薬で、これをちょっと飲ませながらちょっと栄養補助して、今からさ24時間から72時間以内に自力で食べ出さんとちょっと厳しい、食べ出してくればなんとかお家でコントロールしてね、要はこう治せって言われても治せれるものではないんですよ。どれも心臓が大きい、肝臓が大きい、お腹の中の腫瘍、骨に転移してから手術も可能じゃないですから、でもそれでも自力で食べれるようになってくれればですね、あのちょっとお家でこう投薬しながらね、治療、そう持ってきれればなというところなんですけど、まだちょっと非常に危ない状況ですね。ただ今顔を見たらちょっと反応してましたね、私たちが近くにいてもあんな風には反応しないから、あ、分かってるんだなって今思ったんですけど、ということですね。でまあでも何歳だっけ、結構な10年ですね、11月で11年ぐらいですよね、だからまあ結構な年齢ではある、いくつぐらいな人間でいうとですか。オカメの寿命ってね、生物学的寿命はね13、15ありますけど、はい、実際の平均寿命は10年ないです。そうなんですか、そうだから10年越してれば結構長生き、そうなんですか、だから無理やり当てはめれば70歳とか80歳とかそういうことになってくるかな、世の中には13年とか15年ともたまにいますけどね、はいはい、だからそんな感じかな、人間に無理に当てはめるとしますとね。だからこれどれもさ、心臓にしても肝臓にしても、だからあの骨の状態、石灰沈下を起こすにしても、お腹の中のものにしても、徐々に来てるんですよね。だけど鳥さんって割とさ、ちょっとぐらい調子悪そうでも人前では元気に見せる生き物だから、ずっと元気そうに見せてたんだと思うんだけど、いつから お尻が汚れるんでしたっけ、お母さんも1、2週間ぐらい前で、やっぱ数年ぐらい前から結構汚れることが多かったと思うんですよ。だからそこら辺からなんかどれかがおかしくなり始めてたのかもしれない。そうだよね、数年ぐらい前から。普通はだって綺麗ですもんね、普通にうんちしてこんな総排泄作ってて出るところは汚さないですからね。だからその汚れたあたりからちょっとおかしかったのかもしれないですけどね、このレントゲン撮るのにちょっと怖かったんですよ私も。だけどちょっとまあ、とりあえず流動食を収まってくれたから、思い切りトランドの中のことがわからんなと思ったんで、ささっと取らさせてもらって、そしたら、まあ、いろんなことが分かったね、こういう薬があの処方できたんで、よりね、なしだとそう的確な治療ができないんでね。一応便はね見ましたけど、寄生虫とかはいませんでした。ただ便の未消化反応とかは出てました。それはしょうがないです、ということですね。これちょっと殴りかけですけど、まあ後で説明してください。はい、じゃ